じゃあですね、3月21日稼働して記念、ロケラアリの 5-on-5 始めていきたいと思いますが、FAB さんに新しい儀式を覚えた FAB さんにコメントいただきたいと思います。はい、どうも FAB です。稼働日のから初めて大きな大会ってことで、みんな知らないキャラいっぱいいると思うんだけど、みんなね、新しいバージョンになって、自分の知ってるキャラ、知らないキャラ、知ってる連携、知らない連携、いろいろ食らって、楽しんでね、今日一日、頑張りましょう。はい。じゃあ、ありがとうございます。ちょっといきなり減りすぎたんですが、ちょっと実はですね、絶対今日は FAB さんにコメントもらおうと決めてて、その前に FAB さんに声かけられちゃって、あ、やべ、どうしようと思って。やべ、先手取られたわと思って、ちょっとあれだったんですけど、ありがとうございます。じゃあ、それではですね、5-on-5始めていきたいと思いますので、スタートボタンを押して始めてください。よろしくお願いしまーす。さあ、知らない連携を食らって楽しんでいられるのは最初1週間だけでしょう。1週間経ったらもうみんなも殺意むき出してエボに向けて頑張っていきますよ。早速来ましたよ、エルメルトさんが。フモさんはもともとね、ギルティギアやっておりましたけど、ヤバ使いでしたが、今回はエルフェルトということで。さあ、エルフェルトというと俺はもう中防神が出てきてしまうあたり、ちょっと動画に毒されてますね。さあ、本日 5-on-5 最初の第1試合 A 番ではですね、 FAB さん、ロイさん、モッチーさん、フモさん、イサさんとなっておりまして、今日はイサさんはソルかな、エルフェルトはどちらかだと思いますが、なんだって、ちょっと待ってね。対戦相手はアッセンチーム、遠藤、チップ、緑の会、カメゴベノム、ケイシュベノム、ヒミメイチームとなっております。はい、小岩勢チームどこにいらっしゃる、あ、いるじゃん、そこに向こうで試合だよ、そこで試合だよ。みんな観戦してる場合じゃないから全員。試合もう本当にね、バージョンアップということで、バランス調整入りまして、始めるなら本当に今しかないですね、もうやるしかない。さて、 A1 代ひみさんですね。ひみさんはですね、海外勢の方でギルティギア結構十何年もやっているということで、さあ、団員が8段となっておりますが、もう8段以上の実力が、ね、ありますね。さあ、足払いが今回長くなったという噂の、メイさん、タイにもですね、アインマンという選手コンボが入るということでパワーアップされたということですね。さあ、エルフェルト、結構このキャラクターが変わってまして、このパインですね、今まで飛び道具当たると燃えなかった気がするんですけど、今回爆発するんですね。で、爆発して自分食らうんで、もう自殺したい時には飛び道具打ってください。さあ、金エスサイク非常に強力ですね。エルフェルトはマイピーが中段となっておりまして、通常耐久が 2S しかないんですけども、このように相手を動かして下に回り込んで金エスサイクとやっていくと、判定も結構強いんで落とせるということですね。さあ、画面端、このショットガン連携、小突くとか、このショットガン直射して飛ばないとかなり厳しいということで、かなり難しいですね。しかし、逃げようとすると、焦がしていく。BS タイク、見ております。さあ、マイハイサラ。マイハイサラね、これ、非常に上まで判定がありますので、ノーマルジャンプとかで引っかかることが多いんで、どうしても逃げたいときはハイジャンプ、駆使して逃げたいですね。やはりこの今回パインが打ち返せる、弾き返せるということなんですけども、まあ、弾き返したからといって爆発しないわけじゃないので、このね、これですね、爆発して、まあ、そういう意味では回転率、これ結構目きそうですね。ボールが爆発しちゃうと回転率的にやっぱ手榴弾の方がたくさん投げれそうですからね。手榴弾持ってる間、こうやって相手にガード、ヒット、もしくはこうやってブリッツを取ると手榴弾が爆発しますので、まあ、そうやってうまい具合に、ね、取っていきたいですね。さあ、2敗するからボールと一緒に考えました。さあ、金エスサイク似ている。まあ、ただやられ判定などもね、結構、調整が入っているらしくて、まあ、その家庭用ほどそんなに判定がすごくないらしいですが、さあ、ガンガン攻め込んでいきます。口投げうまい。このパインが相手が攻撃すると消えるっていうのは慣れないですね、まだね。さあ、打ち込んでいく立ち合いすらですね。立ち合いすらしゃがみモーションを取っていれば絶対当たりません。しゃがみ属性には当たらない特殊な、攻撃となっております。
空中型のフェノーみたいなんでね、しっかり飛ばれて、おお怖い。なんだなんだ、ボールが、これヒット。一度ボールが出てしまうと、パインを構えてない時に出てしまうと結構きつそうですね。さあ先鋒戦を制しましたのは氷見さんのメイ。さあ本日の大会ルールをもう一度説明させていただきます。本日はですねシードチームが人数が多いのでシードチームがあります。シードチームはですね、最初の試合が2回戦となるんですが、通常負けトーナメントはありませんが、シードチームが2回戦で負けた場合のみ、負けトーナメントが発生いたしますのでよろしくお願いいたします。さあね、メインカラーが戻ってきた人もね、いますね。もともとやっぱあのイグザードは色少なかったですからね、なかなかこのカラーかぶりが多くて、なかなかね、自分のカラーとは言い張れなかったんですけども、まあ、今回は結構増えたんで、お気に入りのカラーをね、ぜひ使ってください。一つ600円で買います。600円じゃないや、600ワールド取るんだって。さあそして2人目出てくるのはイサソルユ。さあメイ対ソルですが、さあ勝利拳強気に打ち込んでいく。さあちょっとね、ロマキャンシャートのゲージ上昇量に、皆さん注目してほしいんですけども、ソルねロマンキャンセルしたと全然今ゲージ増えてないの分かります。今やっと増えてきたかなって思いますが、クールタイムが6秒に、伸びたということで、本当にワンコンボした後今までゲージはもう 25% 回収とかあったんですが、今回は全然回収できませんね。まあ、そこら辺にも注目してね、バージョン 1.10 は、見ていただけると面白いかもしれません。だから本当に 25% 溜まるたんびにガンフレ黄色なのに回していたらゲージは溜まった。今本当に早いんで 25% もすでに溜まっているんですけど、この後ね使った後もし使う場所がありましたら、機会がありましたらぜひねご覧ください。さあガンダッシュ、ダッシュ昇竜拳返して、ここで決めますぞ。リアルコンボ 50% 使ったとわずかに増えるけど、あーとこれは確定っぽかったが、足払いからゲージを 100% 持っているまま、さあダッシュですが、ここで画面端に連行、前ハイスが乗ってジャンハイからここでバースト、上から行くがボールがヒットめくりぐらいになっているような気もしますが、ここでグランドライバーヒット、ロマンキャンセル、ファフニール、これ落ちていた。さあこれ 2P2 ケード崩して SD から無理せずに落としていきます。空中投げ、ここは取っていきます。さあ、イグザード 1.10 から復帰みたいな形になってるんですけど、伊佐さんは。まあ、もともといたキャラクターに対して、やはり、素晴らしいわけですね。さあ、現在ですね、大会代を4セット用意しているんですが、大会で使っているのは3セットです。負けトーナメントになると試合数がどんどん増えますので、よろしくお願いいたします。4台目使うと思います。さあ出てくるのはカメゴベノム、なんかめっちゃピンクですね、ピンキーです。さあ前 B 前ハイサラ、さあ今回ボールのエフェクトが強いか、かっこいいですね。ライオットスタンプ、ライオットスタンプ単発の威力が上がっているんですが、補正が 75% ということでね、めちゃめちゃライオットの指導は減らないよということになっておりますのでね、気をつけていきたいところで、ベノムとザトあたりはですね、ヒット数がこう増えていくと砕けるのがすごい当たりづらくなります。今のコンボでも一応入りはするんですけども、最速でキャンセルしてあげないと入らないというところが多いですね。さあここはダスターバックを決めていく。まあ俺はオスカさんがイノのね強者よりピンクカラー使ってたから、ちゃんとした色に戻してほしいなっていうことなんですよ。何色に使うのかちょっと興味がありますね。あれはちょっとあんまり嬉しくないんですね。隣にいましたね、怖かった。
さあこれ勝利、まあ弾き直した球のレベルが上がるというお話ですが、あとマイハイスラで弾いた時、今まではこのまっすぐ飛んでいったんですが、今回は下にバウンドしたから高くいきますね。ハイスラエスカーカス、ハイスラカーカスよりちょっと斜めに軌道があるかなっていう感じですね。さあ燃えて DD ハフ、大沢さん17歳美少女、恐ろしいですね。それはそうなんですか。いや俺じゃないじゃない、俺じゃない。今回のベーのも楽しそうだな。そのテンション上がりすぎてベーってなってる吐きそうになってる、おベーってまあ体力ゲージが黄色の部分が伸びたのか、明るくなったのか、非常に見やすくなりましたね。さあ出てくるのはペイチベノム、いやー熱い、熱くて真相です。さあケイジベノム対イソソル、さあ勝利拳打っていきますが、こう金メス、金メスの攻撃判定が上に伸びたということなんですが、しゃがみくらいには結局当たるんでしょうか、当たらないんでしょうか、ちょっとここで気になりますね。さあキャンセルに空中ダッシュ、空中ダッシュ合わせていきますね。さあ勝利拳、今回本当にリバーサルとか必殺技が出しやすくなったということで、まあ割り込みとかもね強気に受けるのいいですね。さあ D と合わせてフォニル、もう黄色キャンセルとか考えないでバーストを打っていいのは素晴らしいことですね。さあガンガンいって、ここは止まりません。 D ループ、ここはバーストちょっとね悩みます。おっと体力残りそうな気もするが、死んだような気もする、まあ死んだようなもんですねこれやはりこの犠牲は強力。ただ画面端付近でね、密着した状態でブリッジシールドを取られると相手打った側がしびれるということで、そこら辺ちょっと気にして打っていかないと面倒くさいんですけども、あんま変わらないかな。さあこれはファフニール画面端まで威嚇なくなったと、カウンターヒットのゴロゴロ時間が減ったということで、空中のスポットは必須になるみたいですね。ちょっと頑張って拾っていきましょう。まあポチョムキンとかも露骨に前ハイカウンターヒットの有利フレーム減ってたんで、そこら辺今回ゴロゴロが、全体的に短くなって余力時間が増えたって感じですかね。まあ余力はかなり慎重にね調整されていた感はありますが、伸びましたね。あとはベノムが今まで、PR まではあった生成 2S 弾き、2S の持続で弾くみたいな連携が前まであったと思うんですけど、今回それが復活しているみたいな話を聞いたんで、かなり面倒くさいですね。まあ連携としてはすごいかっこいいんで好きなんですが、やられると抜け出せないんであんま好きじゃないんですね。さあ弾きから 2S、 これですかね、わかんない、違うかもさてベノムなんかすごいところに当たってる気がするが、ナスタダック、 2S2 ハイスラから D ループ、コンボ時間的に入るか入らないか微妙なところでしたが、あれ B は終わり、 B 勝ったのは初代チーム、やったぜ。アダムかホークさんかヤブ、誰か来てください。ね、こっち終わって、あ3番だな、3番、はい、ちょっとごめんなさいね、打ち勝ったそうです、おめでとうございます。 KSG、 ワリスマさん、陽介さん来たかな、陽介さん来たかな、そろそろ待てないぞ。え
ではこちら前の台でアッセンチーム、ハトガク、トゥーリオ、ヨウスケ、アゼスケチーム対、ダカラポチョムキン、マルハンソル、鉄ミディア、高橋ラメダル、シャカソルチーム、こちらまで来てください。でアッセンチーム、ダカラさん、マルハンさん、鉄さん、高橋さん、シャカさん、手を挙げてこちらまで来てください。さあ出てきているのは緑野さんの回となります。回対ソル、回はスターエッジ黄色キャンセルした時にロマンキャンセルの、ね、補正もかかるのに、スターエッジ自体にもおーっと補正がかかるということで、スターエッジを絡めたコンボは結構減るみたい、減らなくなってしまったみたいですね。まあ、その代わりにあの画面端とか、スプリットシール関連が非常に優秀になってるみたいで、中央で、デュランドルゴールからのチャージを重ねたり、画面端のチャージですね、あ、チャージにセイクが入ったりとか、まあ、かなりダメージアップは端の部分ではしているみたいですね。はい、5人揃いましたか。対戦相手、ハトさんのチーム、ハト、ガク、クーリオ、ヨウスケ、アゼスケ、あ、じゃあ、いきますね。じゃあ、トゥーリオさんじゃんけんしてください。シャカさんでもいい、誰でもいい、じゃんけんしてください。さて、イサソルがガンガン攻めて、黄色からダサタクがここはウサソルになるぞ。しかし、ここでダッシュ上げ、おー、見えねえ。あー、しかし着手交渉が残ってしまった。ここは演奏引っ掛けて、イサソルがここで4盾。さあ、そして出てくるのは遠藤チップ。遠藤さんのチップの試合かなり見てましたが、やはりこっちで行くんですかね。遠藤さん、緑チップのイメージが強いんですけど、熱帯では常にこのねトナカイカラーで座禅してましたから。もうトナカイだけで面白いね。それを遠藤さんが使ってるだけでもうね、あのコメントが50ぐらい稼げますから。さあ、前ハイスラー。さて、チップの変更点、STEI の、点が非常に高くなりました。そのおかげでチップコンですね、エリアルコンボが伸びた分。やはり座っていく。で、2S に、ヨロケが追加ということで、 2S カウンターヒットアルファブレードがつながるようになったということですね。また、ハイスラー点に今まで硬直があったんですが、その着地硬直、着地ではない、その硬直がなくなったので、今までの S10 と同じ、より出せるということで、さあこれはやばいですよ。これ時代が時代だったらもうこの後ね、あの掲示板などで煽り合いに発展するところですが、今はねもうみんな仲がいいので許される感じですね。さあ SSD アルファ、さあ拾い直しコンボ落として空中投げ、でその座禅でうまく投げていく。まあ、あとはですね、残生ローガの最終弾が50ダメージアップしたり、バンキのヒット数減少により最低保障ダメージが減ったりだ、バーンということだ。八角が一生大将です。さあ出たくる、わーっと対戦の転移戻ってくるが、あれこれはまずいぞ。あります。さて、八角が5、6回やった気がしますが、パフォーマンス OK。 街頭演説には間に合ったな。鼻やべえな。もうワールドでしたね。一応ですね、元老山黄色キャンセルは残っているんですけど、掴むタイミングの黄色はなくなっていたりとか、ジャンプ D のカウンターヒット、空中でカウンターヒットした場合、今まですぐに受け身が取られたんですが、今回はダウンが取れる。で、地上のダウンゴロゴロ時間がやはりこちらも短くなっているということで、まあ、ちょっと使い勝手が変わってきますね。今までジャンプ D カウンターヒット、空中カウンターヒット全然うまみがなかったんですけど、ダウンが取れるということで、これは美味しいですね、かなりね。さあ、そして出てくるのはモッチーソル。まあ、他には新機能ですね、勝利派生などで出したりする、おっとこれ、まあ、頭やランクダウンマッチ、昨日からランクダウンマッチを常に回避しているモッチーさんではありますが、さあ大会どうなるか。新機能が地上カウンターヒットでも受け身が、取れない吹っ飛びモーションだったわけですが、さすがにここは投げていきます。
なんで蜃気楼が今までね、使いどころ難しかったんですけど、ぶっ放しで使っても気持ちよくなりますね。そして今回迷彩ちょっと見えるようになったんで、まあ、使っててもね、叩かれそうにないんでいいですね。さあここは昇竜拳を裏に出させていく。さあ昇竜拳、まあ、ここら辺に関しましてはソロは補正が入っておりません。タチピーは先頭さんが書いていてくれたんですよ。 90% タチ K も 90% というのね。あと砕けの85と、まあ結構最大反撃を入れるときにおっと選ばないといけませんね。さあ気を集中させて相手の動きを集中。しかしこれはコメントしづらい。さあマイピーパフ、フリンガーがもう一発入りそうですね。さあちょっと体力開幕半分は痛い。さあ直から投げてガンフレーム投げ返していく。表全部除去してここは KSSD ですね。それによって拾い直しもできる、かなり強力なコンボですね。さあ美味しいイエスなので PSD から画面中へ落として投げは失敗。しかし画面端を背負うことになってしまって、浮いているところを立ち切れで捕まえる。 D ループ2回から、まあ、ここで立ち切れがやっぱ補正があれなんですかね。あんまり減らないように見えるのは。投げてあーとマジです、勝ったな落ちる。それやばいですね。金 S 出てましたがもう関係なかったですね。さあ遠藤さんのチームはまだ試合あります。帰らずにお待ちください。じゃあお待たせしました、スレイヤー5、スレイヤー5対アイン親方チーム A 番台。